ちょっと彼女の言葉、耳を傾けてください。じゃあ、マキさん、どうぞ。あの、先ほど、アンパンマンワールドの住人であります、ジャムおじさんとバタコさんを、私は人間と言ってしまいました。正しくは、妖精でした。もう本当に。人間じゃなかったってことですか？そうなんです。人間じゃないのに、妖精なのに、人間って言っちゃったってことですか？そうです。これはちょっと聞いたことないなぁ。いや、私もこの業界長いですけど、いろんな魔法装、生放送でのね、ハプニングっていうのはありましたけれど、人間でもない、しかも妖精を人間って言った人は、しかも生放送だから編集も聞かないし、これ初めてなんで、私もちょっと今動揺を隠しきれ、はっきり言って取り乱してます、とっても。そうなんですか。え、じゃあ妖精ってことはどういうことなんですか？あのですね、はい、実はアンパンマンワールドには人間は存在してないということで、もうそれは私も知らなくて、本当にジャムおじさんとバタコさんは人間なんだって、純粋にちっちゃい頃から今日、今この瞬間まで信じて育ってきたんです。だから騙すつもりは一切なかったんです。悪気はなかったっていうんですか？全然ないです。人間だと思ってました。だって羽もないですし、飛びませんし。久高さんもう36歳ですよね。36歳になるまで一回も気づかなかったんですか？誰からも。なんか途中20代後半ぐらいにはなんかこういうのって気づきそうなもんじゃないですか？まあ、たまに耳に入ってたんじゃないですか？で、まさか、だってあの年齢でジャムっていう名前はキラキラネームでもないですよ。あの世代は。じゃあ私の妖精のイメージはティンカーベルとか、もしくはキノコと戯れてるあのちっちゃい帽子をかぶった七人の小人的なイメージしかどうしてもなくて、ただのパン屋さんでパンを焼いてる人と、そのスタッフっていう感覚でしか。今ただのパン屋さんって言いました？あの人どんな素晴らしい仕事してるか分かりますか？アンパンマンが顔がなくなった時も焼いてくれるの誰ですか？ジャムおじさんですよね。それをただのパン屋さんってあなた。そもそもが間違ってたんじゃないですか、認識が。じゃあ私が言いたいのは、ただ無料のパン屋さんも、だって人のためにパンを作って、ほら売ったり買ったりとかそういうのもないですし、ただのパン屋、無料のパン屋。そんなパン屋ないですよ。それは人間のパン屋じゃないですか。ちょっと考えたら分かりますよね。ああ、だってそんなパン屋は誰がどう考えたって、どっからどう見たって妖精ですよ。そうだ、商売してないってこと。そんなことしてないですよ。だって何ですか？かぼちゃマンからツイッターで、え、なんでそんな大事にって。またあなた罪に罪を重ねて。読めるかな、読めるかな。はい、いつこさんも読めると思ったみたいですね。いつこさん、マリオ見くびっちゃいけないよ。え、じゃあ何なの結局あれは？妖精だったの？妖精、もう羽もついてない、歩く普通の人間みたいな妖精。じゃあれなんだね、あの、あ、いつも帽子かぶってるさ、帽子の下には角とか何かあるのかも。あるかもしれないね。そこにヒントがあるのかも。またこれ、こんなこと言ったら帽子取ったの見たことある人から来るからね、ツイッター。帽子取ったの見たことある稀な人から来るからね、ツイッター。そんなこと言うと適当言っちゃダメだよ。ということで、ジャムおじさんとバタコさんは実は妖精だったということでした。妖精にもいろいろあるんだな、ね。はい、よかったよ、9月までに学べて。これ10月だったらもう大変なことになってたから ね、ちょっと改変受験だしね。そうそう。番組なくなっちゃったかもしれないよ。ありがとうございます、教えてくださった皆さん。リスナーさんって助かるね、本当にいろいろ教えてくれた。